こんにちは。ご視聴のほどありがとうございます。今回もですね、ウェアの紹介をさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。紹介させていただきますウェアはですね、もうすっかりおなじみになってきました、大和道の商品になります。で、先日京都の山食音の方に行きまして、ファイブポケットパンツを購入しに行ったわけなんですけど、残念ながらその時に僕の欲しかった色であったりサイズっていうのはもう売り切れてまして、で、店員さんの方からですね、別の商品でちょっとおすすめしていただいたものを実際に購入して何回か使ってみてね、非常に良かったので、今回この動画を作らせていただいてます。まあ、いろんな商品をね、実は購入してるんですけど、全部が全部紹介してるわけではなくて、僕自身が実際に使ってみて、あ、これはすごくいいなっていうところと、あと、まあ注意点、若干ですね、これから購入を検討されている方や興味のある方の少しでも参考になればと思ってね、こういった動画を作らせていただいてます。では早速ですね、商品は何かというと、はい、メリノ5ポケットパンツ。はい。で、サイズがですね、L トール。で、カラーはライトグレーというものになります。ちなみに僕が身長が180センチで、今体重が72キロ、ちょっと切るぐらいになってきてます。はい。ちょっとね、体重がだいぶ以前に比べると落ちてきてるんですよ。はい。で、色はこんな感じですね。作りはですね、通常の5ポケットパンツと同じような作りなんですけど、素材がまず違うというものになります。で、L トールっていうサイズになりますんで、まあ通常くるぶしよりも少し下の部分になります。あえてね、トールにしてるのは、風がね、くるぶしから下から入ってくるのを防ぐ。で、あと、ロールアップすればそれで調整できるかと思ってね、それにしております。で、実際実測で重さを先ほど実はちょっと測ってみたんですよ。で、ウーロンの特性上、湿度なんかによってね、少し左右されると思うんですが、約 460g でした。はい。で、価格がですね、少し、まあ、安くはないんですが、27,500 円税込み価格ですね、といったものになります。で、素材は、97% がメリノウール。で、3% がですね、コーデュラナイロンというものが使われています。で、ニュージーランド産のメリノウールをイタリアの方で、生産した生地でね、加工しているといった状態です。はい。で、このメリノウールの特性というのはね、もう言うまでもなく、1週間着続けても臭いにくいということとか、あと、こちらのメリノウールに関しては、まあ別にこれにってわけじゃないんですけど、天然のエアコンと言われてますように、寒い時は暖かく、暑い時は涼しくという調湿効果といいますかね、保温性というのも兼ね備えているというものになります。はい。で、一つね、加工されてる部分で、すごいなと思ったのが、店員さんとお話しててね、僕は山登りした時とかに、岩場に腰掛けたり、木の丸太に腰を掛ける際って、いちいちマットを引いたり、座布団をあんまり引かなずに、もそのままダイレクトに座ることが多いんで、これって生地は傷んだり破れたりしないんですかっていう質問をしたんですよ。その店員さんもすでに2着ほど持ってらっしゃって、使ってるそうでね、そんなに傷んだりしませんよと。あ、そうなんだと思って、で、なんでと思ったら、このリップ、この格子状になってるね、部分っていうのが、リップストップ加工されてるわけなんですよ。引き先を防ぐ効果ですね。で、3% がコーデュラナイロンっていうものが、この格子状に入っている、のがコーデュラナイロンになります。それによって、まあ、引き先強度っていうのを防いでくれて、まあ、引き先を防いでくれるという効果があるようです。はい。ただ、メリノウールというウールの特性上ですね、長時間着てたり、まあ何度も繰り返し使っていきますとね、毛玉が生じてしまう部分はありますというところをね、メリノウールの特性上、多少それはございます。はい。実際に着た感じが、こんな感じです。こんな感じになります。僕は身長が180センチ、体重が72キロほどになっています。少しこうゆったりめのシルエットですよね。
横から見た感じがこんな感じです。まあ、トールですので、ちょっと丈長めになっております。後ろがこんな感じですね。はい。こんな感じです。はい。まあ、おなじみの、前と後ろのポケットの間に、腰の部分にね、スマホを入れたりするようなポケットが左右についております。でウエストはこのようにね、これで調整できるようになっております。はい。非常にね、着心地がいいパンツじゃないかなと思ってます。まあ、気温によってはね、きれいめの格好として合わせることもできるんじゃないかなと思います。はい。まあ、実際はですね、ハイキングや登山ではまだ残念ながら使っておりません。ちょっと体調の方があんまり思わしくないものですからね、このところちょっと控えてるんですが、体調が戻り次第また早速使っていこうかなと思ってます。ただ、毎朝ですね、僕は田舎に住んでるもんですから、最寄りの駅まで約 2.5 キロほど歩くんですよ。で、朝ちょっと早い時間に出たりするもんですから、ちょうど少し肌寒い時間帯なんかにね、このパンツを履いて、その早歩きしたり、結構アップダウンがある道なんで、ちょうどいいんですよね。歩くペースで体のその、なんでしょう、体温調整をしていると言いますか、心拍数上がるようにわざとしたりとかね、してやってるわけなんですけど、非常に履き心地が良くて、しかもほのかに暖かくて、肌触りもいいというところで気に入っております。まあ、今回それでね、動画を作らせていただきました。まあ、ただデメリットに関しては先ほども申し上げましたように、毛玉がね、お尻の部分なんか多分今のところはまだできてませんが、ずっと履いてますとできてきたりするかなと思うんですけど、まあそれも味だというふうに僕は思っております。まあアウトドア商品というのはやっぱりその使ってなんぼのもんだと思いますんでね。であと一方でこれはまあ僕の考えなんですけど、ニュージーランド産のね、高品質なメリノウールで、それをイタリアの方で生地を加工したものでこういったパンツなわけなんですよね。で普通に、例えば百貨店であったりとか、そういったところでこういうメリノウールのパンツを購入しようとするとですね、結構お値段高かったりするじゃないですか。で考えてみたら、そういう部分で比較したら、これで 27,500 円でアウトドアでも使えて、そしてまあ、きれいめの格好にももし両方使えるというんであればね、むしろ逆にコスパに優れてるかなというふうにも言えるかなと思ってます。はい。まあ、どなたかのね、参考になったり、お役に立てたら幸いだと思ってます。で若干ちょっとだけ余談でお伝えしておきますと、購入するといつもこのようなね、絵はがきがついてくるんですけど、これ額縁に入れて僕はいつも飾ってるんですよ。でこの額縁はですね、フライングタイガーという北欧の雑貨屋さんですね。そこで売ってるもので、価格が約400円ほどの額縁になります。まあ東急ハンズ、ロフト、無印良品などの額縁も実際購入したり、あとダイソーのものも使ったりするんですけど、比較的に個人的に相性がいいなと思うのは、僕は個人的な好みですけど、このフライングタイガーのこの額縁、いいんじゃないかなと思っております。はい。今回もご視聴のほど、ありがとうございました。